北海道のほぼ中央部に位置し、札幌に次ぐ北海道第二の都市旭川。 JR 北海道の旭川駅に隣接する旭川運転所には、ルモイ本線、富良野線をはじめ、函館本線、石北本線、根室本線、宗谷本線などで使用されるさまざまな車両たちが集います。旭川から西へおよそ30キロ、函館本線の深川と増毛間 66.8 キロを結ぶ留萌本線。深川留萌間の開業は古く、明治43年11月に運転が開始されました。平成11年春、留萌本線深川留萌間に蒸気機関車列車が復活しました。C11 型は中型のタンク機関車で、スズラン号に使用されている171号機は昭和15年に製造され、胆振線、標津線などで活躍。昭和50年に引退し、標茶で保存されていたものを平成10年の11月から苗穂工場で復元したものです。出発前に入念な準備と検査が行われます。始発の深川駅に向けて動き始めました。
SL スズラン号の C11 は4両の客車と1両の元車掌車を牽引して深川駅を出発しました。途中チップ別に停車し、深川から35分で海老島に到着です。海老島は北海道の石炭輸送が華やかだった頃、留萌鉄道の分岐駅でした。16分間の停車後、スズラン号は海老島を発車。これからは留萌線随一の峠越えにかかります。留萌までは残り約30キロ、42分の行程です。
スズラン号の車内を覗いてみましょう。スズラン号には一般の座席車のほかにテーブルを装備し、売店もあるカフェカーが連結されています。この車両はかつて SL ニセコ号で使用されていた旧型客車です。萌えを演じています。萌えの何かです。今日はよくいらしてくださいました。ありがとうございます。ダルマストーブが残る懐かしい車内は、深川寄りに連結された古い車掌車を改造した展望車です。スズラン号の終点、ルモイに到着です。ルモイでは戻りの深川行きとなるために蒸気機関車を入れ替えします。戻り列車の機関車は逆向きで運転されます。ルモイ駅の近くに日本海に面した風光明媚な黄金岬があります。ルモイで蒸気機関車の旅は終わりですが、ルモイ本線は日本海に沿ってさらに続きます。
ルモイからおよそ17キロ、炭鉱運転の機動車は終着駅マシケに到着。マシケはアイヌ語でカモメが多い場所という意味を持っているようです。ラベンダーの香り漂う夏のフラノ。フラノは北海道のちょうど真ん中に位置します。フラノと旭川間 54.8キロを結ぶフラノ線。ホワイトにライトパープルとライトグリーンのラインが入った新型機動車が活躍中です。シーズン中には平成11年に改造された新しい客車を使って富良野、美瑛、ノロッコ号が運転されており、車窓に広がる美しい風景をゆっくりと楽しめます。私たちの富良野線の旅は明治31年開業の旭川から始まります。おはようございます。富良野美瑛のろっこ1号をご利用いただきましてありがとうございます。帝国で発車でございます。
車は2両ついております。前1号車座席指定車、後ろ2号車自由席でご利用いただいております。2両ともご禁煙となります。また携帯電話のご使用はご遠慮いただきます。1号車には販売カウンター、トイレがございます。展望車2両、ディーゼル機関車が引いて運転をいたします。止まる駅は西神楽、美瑛、美馬牛、上富良野、臨時駅ラベンダー畑、中富良野、富良野の順です。11時20分に着きます。旭川から平坦な区間を走り、およそ24キロで美瑛に到着します。美瑛駅は美瑛石による石積みの美しい駅。この建物は昭和27年に改築されたものです。また美瑛は丘の町としても有名で、農林業が盛んなところです。美瑛から約7キロの隣駅、美馬牛にノロッコ号が到着しました。旭川を出たノロッコ号は富良野で美瑛行きとなり、その後美瑛富良野間で折り返し運転をして夕方に旭川へと戻ります。
ラベンダーが丘を紫色に染めるシーズン中、西中と中富良野の間に臨時の停車場ラベンダー畑駅が開業します。ラベンダーはフランス原産のハーブシソ科の植物で、早咲きは7月の中旬が見ごろです。旭川からおよそ47キロの中富良野、旭川行きの列車が入ってきました。反対側から富良野行きのノロッコ号がやってきました。直線が続くため、ラベンダー畑駅、西中駅、さらに上富良野駅の手前までが見渡せます。ノロッコ号が終着駅富良野の構内に入線します。シーズン中はさまざまな臨時列車が富良野駅に集まります。
富良野の手前で富良野線と根室本線が合流します。富良野線は明治32年に部分開業、翌年富良野までが開業しました。一方の根室本線は函館本線の滝川と根室を結ぶ 443.8km の路線で、 JR 北海道の中で一番長い線区となっています。旭川と釧路を結ぶ線は現在の富良野線経由が釧路線として明治40年に開業、大正2年に滝川と現在の富良野間が開通して、滝川釧路間が釧路線と改称され、富良野線がローカル線となった経緯があります。後に大正10年釧路根室間が開業した時に、滝川根室間を根室本線と呼ぶようになりました。私たちの旅は富良野から根室本線に入り、一路釧路へと向かいます。富良野から約44km の生虎、ここは空知川をせき止めてできた金山湖への入り口の駅です。本線の新徳で合流する石勝線は南千歳新徳間を結ぶ幹線で、札幌方面から釧路方面を結ぶ大動脈です。それまで特急は滝川経由の根室本線で運行されていたのが、昭和56年にこの石勝線ルートに変更されました。現在札幌からの特急大空やスーパー大空、さらに十勝スーパートカチが運転されており、これらの特急は石勝線経由で根室本線に入り、帯広釧路へと向かいます。
これは JR 北海道のディーゼル特急スーパー大空。帯広を過ぎた厚内あたりから太平洋側の海岸線に沿い、霧の町釧路へとひた走ります。道東観光の玄関口、釧路。この駅の開業は明治34年です。釧路駅は隣の東釧路で分かれる釧網本線の列車の始発駅でもあります。釧網本線は東釧路網走間 166.2 キロを結ぶ路線で、昭和6年に全通しました。このディーゼルカーは旧国鉄の急行色に塗られた車両です。シーズン中の釧路駅からは、釧網本線の釧路湿原ノロッコ号が道路までの間で運行されています。ノロッコ号が出発しました。釧路から道路まで約27キロの旅です。釧路の北側に釧網本線に沿って広がる釧路湿原は、タンチョウの生息地として有名。今から3000年ほど前に形成されました。
ノロッコ号が東路に到着しました。釧網本線の川湯温泉付近の東側に位置する神秘の湖摩周湖。釧網本線を挟んだ摩周湖の西側に同じカルデラ湖の屈斜路湖があります。美幌峠からは雄大な屈斜路湖の景観が広がります。釧網本線の旅、知床斜里を過ぎるとオホーツク海に沿って列車は走ります。
釧路から約152キロ、シーズン中の臨時駅原生花園があります。ハマナス、エゾキスゲなどが咲き乱れる原生花園のハイシーズンは6月下旬から7月の初め頃です。釧路からおよそ169キロ、
釧網本線の列車が網走に到着しました。私たちの旅もここが終点です。本線の特急オホーツクが出発しました。私たちの旅の出発点旭川まで約238キロ、札幌まではおよそ375キロの旅路です。